はい、皆様こんばんは、今週も、金曜日の定例配信会を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今週もいつも通り21時から四季の細道二次大会予定しております。それまでは5時台の放送お楽しみください。今週もよろしくお願いいたします。
We'll be right back.
Yeah!
Oh, you!
Thank you.
行ってみましょう、はい、ここでありがとうございます。だそうですね、中野さんありがとうございます。タイトルコール、第1試合、中野さんのと千本さんですね。今日頑固ちゃん、中野さんじゃない。はい、じゃあ、1P がな、ガンコちゃん、今日ガンコちゃんの剣使いのガンコちゃんですね。 2P が千本さんのベガ。はい、第1試合まずはファーストヒット剣。松尾さん見てくれてますね。ガンコちゃん、今日ガンコちゃんの人はなんか来るたびに、はい、なんか名前変えたいみたい で、ね、ネームプレートの中から今日名乗りたい名前を探して。そうですね。さあ中の人は誰やら。中盤で飛んでいく、投げ、さあスライディング半角失敗したところにシャガ中盤昇竜。おダブル2を止めた。波動拳飛んで、波動拳ダブルに入ってめくりから繋がらず、波動拳、波動拳、波動拳。おっと膝。下がって透かして透かしてもう一度使いましたね。波動で削り。で勝ったのはガンコちゃん。ガンコちゃん。今日はガンコちゃん。中野さんですよ。ガンコちゃん中野さんですよ。続いて。はい、達夫さん、コメントありがとうございます。いただいております。はい、じゃあ第2試合グッチさんのフォーク。前足が刺さる。はい、昇竜拳、大足。はい、大足、あっちゅい。ペッパー、削れず、三角でも落とせず。おっと、ダブル KO。お互いちょっと後半がまずった感じ。きっちりコンボ。ダウンさしたが、つながらず。
じりじりと牽制、ショルケン刺さる、おっと飛び蹴りが入った、対空デズなのか。あやもね、踏み込もうと思ったりしている時っていうのは結構出なかったりしますからね。なるほど。おーっと、一気に戦いかけられた。はい、今日はね、4月20日ということで、参加者は何人ですか？結構いますね。22人、多いですね。サクサク進行進めないとちょっと。そうですね、22人なんで。はい、ツーピーがお茶丸さん、本田。さあ、ポパで止めた。正面アントビー。これあれですよね、ケーンの方が多分ペース作っていく感じですよね。はい、ペースを作っていく感じですかね。まあ、かなり有利だと思います。あ、そうなんですね、はい、有利つくんですね。なるほど、かなり有利だと思います。へえ、ちょっと知らなかったです。読み合いとしてまず波動を1回垂直に受けてそこからみたいな感じの方があるんで。なるほどですね。もうお互いそれ温度を取ってる感じですよ ね、 そこで安全な距離で打ってると。さあ、無理やり上りを当てた後に大一応シルパン波動、おっと、ニュースが入ってた。あれ本当は割れるんですが、ちょっと今出し割れなかったですね。予想外だったでしょうね。さあ、踏んで、この竜巻が3ドット削り、恐ろしい。そして体育はレッパー引き出していってきます。はい、はい、続いてセロテープさんですね。いやー、ガンコちゃんの剣意外でやりますね。何者なんでしょう。中野さんに似てますが、ガンコちゃん何者なんでしょう。ちょっとね、初参加なのかな、僕もよく分かってないですが。おっと、ツーピーがセロテープザンギエフ、これは真剣に攻めていかないとすぐに殺されてしまう。昇竜をきっちりガード、しかし近づけない。あっと、レッパーが出なかったのか今。そしてきっちりバニシングレッパー見えていた。お、昇竜拳、足払いに昇竜拳が刺さって、対空でレッパー、すごいですね、反応いいですね、ガンゴちゃん。おっと、抜け損なった波動、体力差がいかんともしがたい。しかし飛び込みから2段入って画面端スクリュー、起き上がりはおっとガードしたが、ガードできていなかったリバサ昇竜、またしても距離をお互い林払い、残り0と、ドラゴンダンス、うっかり手を出してしまう。そして続いてタコ様、あ、タコ様さんですね、この方。はい、タコ様さん、いや、ちょっと待ってくださいね、すいません、クレが、クレをくれと。そうね、タコ様もだいぶ飲んでるみたいで、もうタコだけに。そうです、タコだけに。そうなんすかね。クレジットが投入され、タコ様からの残機が、すいません、ここおしぼりなくて申し訳ない。またしても残機券、あれ、タコ様初出場じゃないですか、もしかして。あ、初参加ですね、初参加の方、はい、なるほど、なるほどですね。お、スクリュー、きっちりスクリュー、どうする、どうする、画面端飛んで昇竜、めくりはガード、めくりからは今のレインキャンジャンプで距離を取りましたね。なるほど、レインキャンジャンプ、壊しレンダーと下手な動きをするとスクリューで座れてしまうので。さあ、バケタが、何が起きた、何が起きた、
連覇の最後だけを食らったように見えたか。そうですね、透かして着地に近づこうとしたところちょっと触っちゃったみたいな感じですね。なるほどですね。さあ昇龍、あれガード硬直してないんですね、あの時ね。え、どの時ですか。え、さっきのレッパの最後の、あーそうですね、だけを食らったっていうのは すごいかすり気味だったので動けたっぽいですね。さあそして差し合いでミドルがうまい、お、飛びが入った、お、垂直ジャンプ系、足バレを潰した形、タコ様勝利。続いて、あれですね、瀬尾さん、瀬尾さん、続いて瀬尾さん、瀬尾さんはいきなり出すのか。いや、やっぱり誰でもいいだろ、誰でもいいだろ。お互いにタコ様みたいになってますけど、相手が誰でも勝つんだろう。本当ですか。相手が誰でも変わんないでしょ、誰でも勝つ。なるほどですね、お互い誰でも勝つ。お、まあ、ザンギメガですからね、ここは人読みじゃなくて攻略で勝ってほしい。お、吸った、立ちから吸った、悪くないぞ。お、ボディスパコンがねちょっと出なかったですね、しゃがんでスパコン出そうとしたんですけど。なるほど。お、コパン、そう、この間ユービガさんに勝ってましたからね。あ、なるほど、タコ様。マジっすか。そう、20対1ぐらいだったけど勝ってましたから。まあまあ20対1でもね、1回勝てばもう、終わりですから。あー、まあ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 、ダブル2が刺さる。ユービガ戦も1-1から勝ったからね。1-1から勝ってる、なるほど。まあまあ剣倒してますからね。そういうこと。ベガぐらい行ってもらわないと。受け身がなくてなんかバックジャンプしてる。あー、しかし中段譲られている。あ、悪くないですけどね、見てからですね。んー、なるほど。まあ、ゆべがじゃなかったからな。ちょっとですね、瀬尾ベガさん勝利で、続いてイシャジさん。キャミーじゃない。イシャジさんは、おう、エスケン、キャミーではない。ほう、あ、死んだ。おっと、死にました、一気に。はい、お、エスケンだから死なないんですね、あれね。しかし、あー、そういうことね、ダメージが食らわないってことですか。そうです、あの、完全無敵だから踏みつけられない。あー、最後ですね。そう、はいはい、削りにはならないよって。もうちょっと遅めに行けばよかったんですけど、しっかり上に行っちゃってたんで、はい、避けられちゃいましたね。合わさってました、はい、なんかまた食らってますけど。お、お、うまっ、溜まってるぞ。あー、しっかりずらした。素晴らしい、これ、瀬尾さんだな。瀬尾ベガ勝利。続いてネオさん。さあネロさんは選ぶのはガイル、やっぱり。さあ垂直から溜めるの早くないですか今。そうですね、ね、すぐダブル2出ましたよ、あれ。多分、ね、多分あれ瀬尾さんが地味だけどやりたいシリーズだと思います。あ、そういうことですね。垂直から最速でダブル2出すとか、そういうジャンプ入れてため入れてたってことですね。そう、クロートにしかわからないこの馬ポイントみたいなのを、多分上りでもすでにレバー入れてたんでしょうね。そう、結構ね早かったから、ああいうポイントをやっぱね狙っていきたい。渋いですからね。そう、しわう、しっかり、うわ、ナイトメア見ていた。ソニックに合わせていく。まあ唯一のね無敵技ですからね、大事に使っていきたいですもんね。大事にしたい。おー、上行った。死ぬか、死なない、生きてる。ガードしている。死ぬか、生きてる。上から行ってますね全部。はい、うん、ガード、いいぞいいぞ。めくりに行かない。ソニックダイパン知ってますね、しゃがみダイパン。あれだいぶダッシュのゴールよりも弱体化したっていう話ですけど、してますね。してます。でも落とせるは落とせるんですよ。あ、相手にはなりますね、ガイルは。なるほど。まあでも使っていくしかないですからね、ベガとしては。使っていくしかないですね。ガイル対空は全部使っていく。うまいぞダイパン。うわ、ダイパン削りのナイトメア。あくまでも待ちに徹した男。まさかの
シホシム言うほどシムあるか、言うほどシム要素あんのか、セオベが勝利。いや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 、言うほどシム要素ある、いやいやいや、ありますよ、あるありますよ、 DJ の練習してたけどありますよ、シム要素あるありますよ、川シムさん並みにシム要素ありますよ、シム要素今ゼロだけど大丈夫、川シムさん並みにあります、シムって何シム何、シムイズ何、あーピオラステかっこいいコンボ、普通のコンボ食らってしまった瀬尾さん、そこはジャンプから中足ダブル2やってほしかった、中足ダブル2、ジャンプ中足ダブル2結構難しいんですよ、ジャンプ中足ダブル2、そう、あの小キック挟まないやつ、なるほど、結構ね、ため超ギリなんですよ、そう、あれむずいんでね、やってほしい、しゃがみ中キックを入れる、そうそう、あのジャンプ攻撃しゃがみ中キックダブル2っていうのがためマジギリギリなんですよ、一回後ろに入れといて中足キャンセルってことで、そう、あーでもガチャガチャダブル2が全然たまんないんですよ、なるほど、そう、高めに当ててゆっくりキャンセルみたいにしないといけないんで、はいはい、むずいっすね、高めちょっとね、うっかりするとあれしちゃうんでね、ハイジンさんいた、行ってる間にセオベが勝利、そしてハイジンさん、あ、ハイジンさんもご無沙汰ですね、さあまだ欲しいですね、殺意をね見せてほしい、殺意、そう、殺意を殺意を見せてほしい、相手に対して、そう、あーなるほどなるほど、お上品にやってるのはもうね違うと思います、そう、あからさまなやつですよね、頑張ってほしい、あーうまっ、もうちょっと近いと瀬尾さんも反応できないんですよ、人間なんで、さすがに人間なんでね、でもそうすると今度はミドルキックで潰されちゃうとかいうのあるね、難しいところですよね、めくりに行かない、めくりに行って惜しかった、ためてるのか、うーんそれはね強いですよね、しっかりしている、最後はダブル2、背負目が勝利で続いてヒデー渡辺ー、ね、誰も見てないだろう秀隆、秀隆いけ、お、出した、いきなり出した、お、大会前だからだって言ってました、マジっすか、はい、無理とか言ってますけどね、すんげえ減ってますけど、最高、おっと、あー、ピヨるんじゃないの、大丈夫、逃げる、瀬尾さんが画面端には行ったが逃げる、ゆうべがさんだと思ってやれ、拾えない、背中切りはバレていた、めくりが、うーん、そうくる、背負いが待ちの姿勢です、うまー、トマホーク、うまいっすねでした、そうですよね、うまいっすね、いやー、上りハイキック投げて、投げ返して、これは天照警戒でしたけど百裂でしたね、そうですね、はい、バックジャンプで逃げる、距離を一旦取って前に行くと見せかけて、あ、今ねダブルデビルリバースと前ジャンプでいろいろ多分分かりにくくしてますよね、うまっ、さあ画面端の攻めはどっち、逃げる、ゲージあるから、お互いにゲージありますよね、そうですね、ゲージがあるベガに前ジャンプは自殺行為だと言っていた、中盤です、さあうまいぞ、逃げられない、逃げる、さあ時間がないが、セオベが何を狙っているのか、これか、投げるのか、逃げない、投げない、ホバーから、これは足りない、うーん、ビーチュンリーですね、いやー微妙にチュンリー、ヒデさんがしっかりね上に逃げないで地上にいましたね、どうせ上行くんだろうみたいな感じで、あー、ピョールやつだこれ、あー、うまいぞ、とかわした、お互いチュンリー使いですからね、やっぱりこれは、あー、テンション使った、テンションまだ打つ、しっかり入る、これ投げて死にますね、あーっと、でもめくりってないんじゃない、うまい、コパンで刻んで
投げ返す、投げ返すぎ、ヒデチュンリ勝利。まあタッチショーキックをタッチでガードしてたんでね、多分投げ返しを入れてたとは分かるってことです。そうタッチショーワン刻んだ、そしてエクスパー、エクスパー流ですね、強弦と波動弦。エクスパーは僕はなんか5年前ぐらいの方が日本語上手かった気がするんだよな。いやマジで本当に本当にわざとやってんすか、わざとやってんすか、ね、うん、いや本当なんか5年前ぐらいですか、5年前ぐらいの方がなんかまだ通じた気がする。喋る方はあれだけど、こう聞く方もなんか今退化してる気がする。さっきコイン入ってないよっていうの全然通じなかったもん。いや本当にマジで、いやいやいや努力してないんじゃない。いやいやそうですね、彼多分日本に住んでても日本語必要ないはずなんですよ。そうだな、奥さんが英語ペラペラなんでしょうね、多分。まあ多分そうですね。日本人って言ってたけど。あ、そうなんだ。そうそうそう。日本人って言ってましたよ、確か。なるほど。あ、これは鳥かごされてますね。おっと、これ厳しいですね。いや、鳥かごされてますね。昇竜ですけど。昇竜と向こう側相打ちで。さあ、受け身がない。これはワンチャン出てきた。なかったね。あった あったわ。早かったね。抜けれなかった。ちょっと遠かったですね。お互い 1-1、 これいい勝負ですよね、このらしいですね。僕は苦手だから分かんないけど、ちょっと一進一退みたいな。竜側は本当分かんないですね、チュンリー側使ってた方が分かる、やることが単純だから。竜側はちょっと難しい。竜は誰に対しても大体の勝負ですね。でも当たらない、大キック、大キックのジャンプの上りを捉えた。続いて、おさん、京子さん、京子さん、京子さんでいいんですか。はい、し、はい、てますよ。京子さん、京子さんが、京子さんです。京子さんのチュンリーとヒデさんのチュンリー、これはあれですかね。お、当たんないけど、お、でもしっかりなんかこう飛行圏早いんですよね、京子さん。あ、でも今のね、あのバックジャンプ、あのくぐり投げをさせないっていうのは知ってますよね。いや、やっぱり、やっぱりあのね、教えてる方が強すぎると思うんで。そうですか、飲み込みの速さってあると思います。あー、なるほど。あ、でも悪、今の悪くないですよね。いいですね、繋げていきましたね。しっかりこれでも溜めることを、あー、今しっかり削っていきましたね。そうですね。いやでも負けてても頑張らないのが闘魂さんより偉い。そうですね、あれ、あの場面、うん、絶対闘魂さんもう 100% 前飛んでびしてましたよ。投げしか行かない。あんなんも、うん、なるほど、ガムジャパー絶対してたと思う。あんまり東郷さんディスんないでください。ディスって真実。いや、本当のこと、本当のこと言ってるだけだ、これ本当のこと。画面端厳しいかも、真実飛んでしまうと落とされる。本当のこと言ってるだけだから、本当の、ちょ、東郷さんそんなこと言いましたっけ。本当のこと言ってるだけだ。いやー、ヒデチュンリー勝利でこうやってやってるから。続いて、川島さん、本当のこと、川島さんは DJ、 いや、ザンギでしょ。これは厳しいか。お、この色は最強の色ですよ。このデートなしきでは最強と言われるザンギですね。ユーベガのトラウマという色、ユーベガを引退に追い込んだ色ですからね。あれ、引退したんですか。引退して5秒ぐらいで復帰した。確定性の優位引退ってやつ。負けたら引退っていうので負けた。なるほど、ごめんって言って復活した。なるほど、そんなことがあった。さすがですね。負けたら引退したるわっつって負けましたからね。なるほど。エンターテイナー、前置きがあった上で負けちゃった。エンターテイナーですね。引退するんだろうね、そうですね。復活も電撃復活。そうですね。さあ、しっかりしてますね。これ無理ですね。あ、これ無理なやつですね。
あ、無理なやつですね、これね。あ、これ無理ですね、もうきついですね。あー、無理無理ですね、これね。なんか、ほっといてはいつか、まあ、時間の問題みたいなところもあるけど。あ、行った1スクリュー行った。しかし、続けられない。あー、気候圏またあるか。なんか、あー踏んでしまう。ヒデさんが宇宙であれやりませんでしたね、戦列。まあまあ、あれですね、冷たく いけて、続いてクレジンさん、冷たくいけてよかったって感じですね。そうですね。あそこででも、あれですよね、冷たく対応しなかったら多分死んでる時ありますよね。まあホットは禁止ですよ。うっかり前に出たら死ぬまでいかれますから、ね、さあ、クレジンさん、クレジンさん、ダルシム、この方もだいぶ強くなってますね。ダルシムってね、難しいですよ。まあまあそうですけど、そう、本当に難しい。結構ね、結構先に動いてくるんですよね、クレニーさんは。なるほど。そう、ダルシムって対応キャラですよね、多分。でもね、これ攻めもね、意外と生きるっていうのがあるんですよね。だからそこをこう決めてやった方がいいですよね。なんとなくボタン押すとかじゃなくて、狙いを決めてボタン押すと当たる率多分上がると思うんですよ。なるほど。うっかり相手も食らってる時ありますか。そう、でもそれだとね、多分実りがないんですよね。そう、あーっと、これはいじめだ。ゲージが溜まっている。どうすることもできず。厳しいですね。これ練習、これね、練習必要です。そうですね。チュンリー戦はマジでね、最後だと思います。ダルシム。ダルシムで最後でやればいい。なるほど。まあ、最初はね、ガイルとか流線をやって、有利キャラをしっかり、そうですね。やるのが多分大事。勝てるキャラをどんどん増やしていけば、間合いを覚えるってことですね。そう、楽しさが増しますからね。で、続いてヒデチュンリーさん勝利で、続いてハテンコさん、ハテンコさん、あ、リュウ、お、入った、お、中ボス寄らないですね。もう半分、もう半分だぞ。いやでもここからね、あ、勝利が出て、さあ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 どうなるかな。さあどうする、どうなるかな。大キック、これは前ジャンプしたかった。竜巻はさせない、やばいやつですよこれ。ピヨっちゃう、ピヨっちゃう。ガードして避けて、しょ、あー、これは避けていた。素晴らしい。やっぱ出しからのロケッティア強い気がしますね。しますね。あっと飛んでいるが、飛んでる、噛み合った。死ぬあれだったんですけどね、死にませんでしたね。前飛びするってことはもう飛行圏打つという気持ちでね、飛んでるでしょうから。そうですね。ヒデその前飛びはちょっとやばい。俺でもさあ今の前飛びはやばいと、ちょっとやばいですね。あー、運がいい。やっぱり投げ返されているが、さあ大丈夫か。これさっき死んだ、さっき死んだ光景が、さあこれは強気に飛びましたね。さっきあれで死んだんですけどね、あの飛びで。なるほど。通過クカットしてきたんですかね、過去の痛みを振り捨ててみたいな。あー、勝利で切り返されて、結構のちらつきません。さっきこういうので飛んじゃったなみたいなところで心中できるとね。あ、これは、あー、勝利当たらない。踏みつけ、中ゴス、ナイス。踏まない、踏ま、これはしっかり引きつけた。ジャックシャドウだったが引きつけ OK。 ほぼヒデチュンリー、ほぼ勝利。ガンコちゃんも、ガンコちゃんでも4勝だからダメか。さあガンコちゃんの練習を一瞬で抜かれてますね。いや、わかんないっすよ。瀬尾さんだと思う、瀬尾さんだと思う。うん、さあ瀬尾さんのチュンリーだというふうにね、伝えておいたんで。え、いやこれ瀬尾さん、瀬尾さん、瀬尾さん瀬尾さん、うん、さあ
前飛びは通らない。うーん、辛いよ。画面端鳥かごからしっかり溜まっている。どうしたらいいんですかね。なんか鳥かごは辛そうですよ。さあ勇気の前歩きなのか。これは落とせないやつ、落としにくいやつ。画面端じゃなければバックジャンプでいいんですけど、これは画面端、歩いて100列飛びがどっか行っちゃう。さあこれはいけるんじゃないか。いける予感がしてきた。前に行って当たらない、下がる、いいと思います。これは落としにくい飛び、どっか行く、これは悪くない。さあ下がって下がって下がって、カウンターで前飛びはしない。チューチュー来て、これは戦列当たらない。これはもう下がるでしょうね。追いつけないですね。これはトモザさん、ロードさん、あ、僕も実は椅子気になってました。さあフフ残念ながらね、ちょっと時間見てないぜだったみたいですね、今のチュンリーの方。ロードさん、はい、ロードさん、 S、 お、2位はね、分かんないっすね。2位は分かんない、分かんないっす。いやもうこの1回止まれてもいいから、一生球を打ち続けることですね。2回止まれてもいいです。戦列食らわなければいいっすよね。なんでもいいですね。もう球を打つさないと勝てないんで、もうひたすら打つしかない。打って飛んでくれって思いながら打った方がいいですよね。飛ばない、打たないと飛ばないじゃないですか。まあまあそうそう、それ CPU 戦でもそうですよね。結局打たないと飛ばないから打つんですよね、うん、で飛んだ時だけ打ってないこれですよね、これももう打つしかないですね、これを、ま、これを落とす、これを待つ、操作する必要はないですよね。これを待つ、もう打つしかない打って打って飛んだ時だけ打ってないよ、やるしかないです。上がれば気候は勝手に消えるんで、操作のためだけ打つ必要はないと思うんで、これ打つ、ちょっともうちょっと歩いて打つ、そうそれいいですね、悪くない。落とせればよかったが悪くないですね。パン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 、はいはい、入ったいいですね。4段半分減るんですね。なるほどですね、やっぱ攻撃力高いですからね。そう、いやどんどん打っていきましょう。あの前ね、飛びたがるところなんで、いいですよ、これ、これ打っていきましょう、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 踏んじゃう、どんどん打っていきましょう、いいです、いいです、全然いいです、打っていこう、ジャンプ一発で済むならいいでしょう、打っていこう、打っていこう、いや、一回上とかでね、こう、ごまかすっていう、そうですよね、一回上でごまかす、試合は上ですよね、あ、でも S タイガーだから下でいいのか、S は下でいいんですか。上挟まなくていい、 X だとあの下体が打つと暗い判定で引っかかっちゃうんですけど、それっつって、といいところ見逃してしまった。お、悪くない。お、お、に、あ、ここからですね、抜けれた。さあここから鬼の連打、はい、小尺な背中蹴り、鬼のタイガーショット、5パンで落とす。空ジャンプを試してみてほしい。空ジャンプ、空ジャンプなら多分コパン当たらない。空ジャンプはコパンに当たらないはず。空ジャンプ、そう、あの実況が多分リアルタイムであのアドバイスしちゃまずいと思うんです。多分空ジャンプなら絶対当たらないと思う。はい、ヒデチュンリー勝利で、ニアさんですって。ニアさんですよ。空ジャンプで飛んで下中足体が2位とかじゃないかな。実況はリアルタイムであのアドバイスやめた方がいいかなと思う。でもね、聞こえないから多分聞こえてるんじゃないですかね。聞こえないし聞いてやってくれたらいいでしょう。そうですね、ヒデさんだし相手いいでしょう。あ、そうですね、暫定王者ですからね、相手はね、まあ、何でも来いと。さあ悪くない、画面端に追い込んでいる。飛びが刺さらない。台足打って昇竜重ねて、昇はまあ天昇を今投げいったんですかね。削られる、なるほど、
なかなか難しい。画面端は難しい。画面端難しいですね。あ、コパンで影縫いして 2P の方が得意だから。ヒデさんですか。そうですね。 2P 来ましたね。飛んで、うん、押される。ここはちょっと一旦我慢しかないですね。押して波動拳打つ。当たらない。うーん、悪くはない。前歩きだが、ここは気候拳鳥かご。これきついですね。結構きつい。きついですね。落とされる。 DBS なかった。ヒデチュンリー勝利で、続いて中島さん。はい、続いて中島さん。中島さんはもう帰る。今日は帰る。今日も帰る。さあ、バイルチュンリー。なるほど。おっと、大パーン。バックスボットバイク一方が待ち系。中パンと大パン強いですからね、飛び込みね。強いですね、これは。さあ、打っていく。まあ、景気よくね、画面端を維持したかったのかな。横押しってやつ。そうですね。さあ、大パンで対空。これはしっかりしてるぞ。鳥かごだぞ。きついぞ。いやー、きついですね。きつい。あー、飛ぶのすけ様当たらない。攻めどこなんですけどね。当たったらめくりで終わりですからね。さあ、画面端に追い込んでいく。サマー、さあ、いいバックスバットだ。いい間合いを作って当たる。いいですね。スタブ、これはもうさすがの、さすがにではくぐれない。投げる受け身がない。ちょっと歩いて、悪くない間合いにしていく。投げる、まあまあ死んでないからっつって。にーラビットに、にー2位でした ね、 そうですね。もしかしたらサマーだったかもしれない。もろに歩きましたね。さあ、画面味はちょっと辛いぞ。さすがに辛い。もうゲージないんでね、辛いですね、これは。れ、あ、うまい、うまい、うまい。さあ、こっから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 。さあ、中足当たって、中央トルネイリー。やはり課題のガエル戦、中島ガエル勝利。課題でしたね、これね。ちょっと難しいですよね、やっぱチュンリーガエル。ヒデチュンリーは9連勝かな。続いて、ケンモチさんですね。ケンさん、はい、ケンさんですね。ケンモチさんだから、ケンさん、ね、ケンを使っているからではなく、ケンモチさんだからですね。さあ、ケン、ケンさんのケンですが、山内さん、僕昔池袋とかで見た時ってバイソンしか知らなかったんだけど、意外といろんなキャラ使うんですね。ああ、なるほど。バイソン僕見たことないですね。本当ですか。バイソン昔は起き上がりに絶対短波重ねてくる、まあ今もですけど、はいはい、そういうバイソンの方なんですけど。ああ、そうそうですね。でもちょっと切れなかったら痛いですもんね。そう、好きなんですよ、ケンさんは。僕好きですよ、起き上がりの。起き上がり短波大好き。短波大好き。もうできれば世界で一番好きぐらい。いや、惜しみなく使いますよ、ワンでも。あー、なるほど。ダウンしたらもう、なるほど。隙あらば、隙あらば、タンパ、うん、タンパ、ためぞうさんですよ。ためるってか、タンパ重ねぞうみたいな。タンパ重ねぞうさん、重ねぞうさんですね。あ、さあ、しかしガエルのね、やつは運ゲーになっちゃう。1本目ガエルが取って、うまいぞ、空対空。下がって安全。さあ、踏み込んでダイヤシから、悪くはないが、ダイヤシ我慢する。中島がいる。これは中足できず、中キック。健さん勝利。続いてもう一周しちゃうからね。で、ここで最後の方ですね。はい。あ、違う、じゃあもう一人増えましたね。友田さんのバイソン、さちゃんがいる。そうですね。その後、草さんが来ました。あれ、草さんいつ来ました。さっきいた。あ、さっき来ましたね、なるほど。さあ
お、ヘッドが溜まっていて、ずらしてカクカクしてますけど、そうですね、やっぱバイソンはあの さあ、フォア、バイソンはあのガードから、ガードっていう選択肢が強いっすよね、防御力が高いバイソンは。そうですね、バイソンと DJ ってだって大会で即死してるの見たことないでしょ。そうですね、でしょう、即死させるってるところは結構見るけど、バイソンと DJ がなんかあっさり死んで、あ、オアみたいな感じになるのあんまないじゃないですか。そういう意味ではやっぱ強いんですよね。さあピオル、おっと、スリット出ないけどフォローで投げに行く、なんとかフォローできた。ああいう魂大事ですよね。そうですね、うん、これは撮影ありました、あるでしょう、ありました。なるほど、バイソンこのね投げがやっぱりちょっと弱いところあるのかなと思うんですけど、投げられはね、うん、ただ受け身がてかあの投げ前が広いからね。そうですね、ゴチゴチの方が、うん、さあゲージが溜まった、振っちゃう、しかしガードしている。これはさっきピヨったルートだったが、今度は最速で暴れて膝つかみからどうすんの。昇龍、昇龍と昇龍で友達さんのバイソンはね結構投げ返すんですよ。なるほど、投げで効いたで、続いて最後のプレイヤー、あ、増えました、草くんからもう一人増えた、もう一人増えた、誰ですかね、トネピーじゃないですか、中野くんが増えた。あ、あのブランカの方いますよ、有名な、有名なコモダブランカ、いや違いますね、あ、違います、そうではないですね、有名なブランカってコモダ A4 ですか。そうですね、A4 ですか、危なかった今本名言いそうになっちゃった、うん、何でしたっけ、荒巻、違う、まあ似たようなね感じ、4回言うんですよ、似たようなやつ、母音を4回言うんです、似たようなやつ、確かにカタカナみたいな感じでね、アホアホミ、カタカナみたいな感じです、カタカナ、はい、はい、と言ってる間に草さんの本田が1ラウンド取られていて、タメゾウは来てないでしょ、タメゾウは来てないです、タメゾウは来てない、はい、なるほど、さあ昇龍、タメゾウさんなんか帰り電車逃してみたいなね、ねツイッターで見かけましたけど、ま あ, あ, あそういえばトネピーさんもなんかね、あの寝坊したけど俺午前休だから、そう裏技を使うとか、おっとケンさん勝利、さあカタカナが、カタカナ来ましたね、お、この方も初参加なのか、もしかして名札書いてもらってたから多分初なんじゃないですか。なるほどなるほど、なるほどね、さあ来た、久しぶりに A4 のサガットはジャンプをします。なるほど、はい、A4 さん、サガット A4 さんは反応がいいのでいろいろ見てからジャンプできるんですよ。なるほど、あー来ましたね、ジャンプしに行きますね、やっぱあれ弱点としてね、やっぱ球がねあんまり得意じゃないらしくて、唯一の弱点、なるほど、 A4 あんなに殺人マシーンなのに玉打ちだけは、そう、玉かわすのは結構得意なのに、玉打ちはそこまでは自信ないと、下手ではないんですけど、意外ですね、そう、ちょっとね、やっぱやってないっていうのもあって自信がないと。お、ツーヒット、画面外れ、あー、飛んでいった、スリーヒット、そう、寄った、スリーヒットではないけど、飛んだ方がやっぱね、得意みたい。なるほど、やっぱりブランカメインだけあります、そう、サブもなんかフェイロンとかね、そういう残儀とかだし、そう、玉打ってるのあんま見たことないんで。さあ、2回あれですよね、でも、巻き込まれる、後ろから、あ、膝、やっていった、やっていったが、やられていった、やっていく、殴り合いの様相、いいですね、これ、これはもう、あの波動拳にスパコン狙ってる殺人マシンですね。なるほど、結構届きますか、ね、お、うまいぞ、今の空対空はちょっとうまかったですよ。ケンさん勝利、これはじゃあどうなるの、どうなるんだっけ、2周目入りますかね、ちょっと待ってください、実行委員会の方、実行委員がなんかします。そうですね、順番はなってます。はい、2周目じゃあ1人目のあの、あ、行ってみましょう、あー痛いだけ、はい、2周目ですね、はい、1人目のプレイヤー千本さん、千本さんはホーク、
センボホーク本キャラですからね。ケンさんは池袋時代多分ホークと死ぬほどやってるでしょうから。トンさんですか。もうみんなバイパーさんもいたし。あ、そうなんすね。バイパーさんも池袋勢なんす。そうです。なるほどです。池袋勢はみんなねホーク戦うまいんですよ。なるほど、うん、やられてますけど。さあ飛んでいく。コントロールダイブやっていく感じ。やっていく感じだ。さあ、吸いに行ったがだやし。厳しい。取りかごだ。厳しい。高め。だやし間に合わない。取りかご巻き込んだ。あれ落としづらい。立ち中パンが立ち中パンで落としたい。フォークは。変なやつですよね。はい。これは暴れないぞ。吸えなかったのか。引っかかる。危ない。だやし。お、コパンで落として、食らう。竜巻でもがれて、さあ、これは波動拳食らう。グッチさん。で、グッチさん。ケンさんの、ケンさんの剣が。勝利で、何連勝目だ。結構連勝してますね、今。ケンさんの剣がもう剣で剣ですよ。5連勝してるそうです。5連勝すごいですね。そしてキッサーの竜来ましたね。これはもうこの辺さあ飛んで投げられている。この辺では頂上対決なんじゃないか。この組み合わせではさあ投げられて勝利2分の1で食らいます。2分1ですね。2分1で食らうんで出し毒じゃないかなと。なるほど。50%。はい、ガードされても一文字なんでね。出せるんなら出した方がいいですね。少々量多分。さあ視界大パンで中ボス立っている。これは少量。さあ踏み込みだよし。さあ癒しと見せかけて波動。これはボッタチから吸われて吸わい返して、これは間に合わない。ゲージもそろそろ溜まりそうですよ。これは圧倒的に竜のゲージが上がりますよね、剣はね。お、いいが投げられる、高い飛ばれてるけど大丈夫。重なっていなかった。グッチさん勝利で、お茶丸さんバルログですかね。お茶丸さんは出すのか、ついにログをログをやってしまうのか。お茶ログに行くのか。お茶ログお茶ログお茶ログさんね、最近だいぶ練習してますよ。今日のこれはなんか学んでますよね。そうですね。まだまだ知らないことがいっぱいあるみたいな。そうですね。あ、昇竜根元昇竜いった。投げ返す。そうそう投げた。テラーでよかったと思うんですが。いや見えたんでしょうね。見えた。中央線 見破ったり。さあ手前に手前に票する。これは踏んでしまう。この受け受けに回った時にねどうするかと思います。そうですね、バルログとしては、はい。おっと、ゆち大ボスから昇竜。これはガード手前手前行く。行ったところはしっかりドンピシャ拾われて、まだ死なない。投げる。さあスライディングドンピシャ、悪くない、いいですね、悪くないと思います。テラーが出ない、どっか行っちゃう。あーうまいですね。グッチさんああいうのちゃんと出すんでね。グッチさんの入力用に、あー潮流飛びが間に合う、どっか行っちゃう、間に合わない。受け身取ってるぞ。
さあ、荒い、あ、昇龍、中ゴス、知ってた、知ってた、お互いお互い後半が荒くなっていく。ルチリュー勝利。だいぶ盛り上がってましたね、お互いで。いや、楽しそうで何よりだと思います。お、セロ様がやっていく。セロ様頑張って、頑張って、リュウとはやりたくないよ。セロさん、リュウ苦手なんすか。頑張ってくれると思います。あ、そういうことですね。はい、そういうことね。ガンコちゃん、ガンコちゃんね、やだですね。あー、吸えない。ガンコちゃん、グッチリュウが嫌。嫌ですね。撃った、届かない、なんか揉んでる。何かが起きた。うーん、今のね、こう、セロ様得意の長田スクリューだったんですけど、間以外でしたね。そうですね、もみもみしちゃいましたね。セロ様、しゃがんだ状態から弾けるっていうね、特殊能力を持ってるんで。あ、でも本人回してるっつってますよ。マジで弾けない。早く回してるんだ。あれで前ですよね、でもね。しゃがんだ状態からスッてやるの。さあ、いいガードだ。 XS とでも見せてましたね。ね、かっこいいです。あれ、あの時だけかっこいい。セロ様スクリューですからね、あれね。さあ、踏み込まれている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 。シールガードしてしまう。さあ、グッチさん勝利で、続いてガンコちゃん。リュウとはやりたくないと言っていた、あいつめ、謎のプレイヤー、ガンコちゃん。お、キャミーですね、2キャラ目は。さあ、冷静のダイヤシタイク。ダイヤシ、すごい、ジンジャンでかわしている、波動を。さあ、アントニー、おっと、投げられている。キャミーは暗い判定ちっちゃいんで、結構球避けやすい方ですが、それにしてもやっぱ冷静な判断力が問われる感じですね。さあ、大勝利は結構減る。ちょっとしばらく前にね、対空小勝利と大勝利どっちがみたいな話があったけど、やっぱりあのヘリを見ると大勝利いいんじゃないかっていう。いや、間違いなく大勝利だと思う。あとね、ちょっと違う話もあるんです。まあでも出るなら大勝利で、なんかキャラによっては小勝利で落としてすぐ着地して竜巻とか勝利出してゲージ貯めた方がいいんじゃないかっていう。さあ、まとわりつき始めるとキャミーはめんどくさい。そうですね、中足がもう比較的早い。足も早いですし、これ中足戻りにないですよね、多分ね。ギリギリで透かせば多分ダイヤシが入ると思いますけれども、なんせ足が速いんです。空振るような場合で振ることがなかなかないですね。さあ、それでも地上戦だけで押すのは結構難しいので、やっぱ球持ちが厳しいか。さあ、ぶっちり勝利。続いて、タコ様、タコ様、キャラ聞く意味ある？タコ様はなんか2キャラ目何使ってもいいのとか使える感出してましたけど、ザンギしか使えないでしょ。見たことない。ないでしょ。言われてみれば、そういう無意味な問いはやめて。そういう、なるほど。そして、配信のグッチ流に入るのはタコ様のザンギ。英語で喋っていいのみたいなこと言うようなもんですよ、これ。僕がこれ、ここで英語でいいんすかこれみたいな。そうですね、英語で実況していいのみたいななっちゃってますから、ね、どうぞどうぞって言われても困っちゃう。まあ日本語でいきますけど。もうなんか知れないけど投げていく。色が強い、色がプレッシャー。デイトナ式ではこの色はプレッシャーだと。お、悪くない立ち回りだ。踏み込まれている。大ボス、大足回ってますね。踏み込まれている。飛ぶ飛ぶ。悪くない、悪くないですよ。近いですよ。なんか暴れている。そういうところでガードできれば。あれもう、あれ立ちガードしてればよかっただけですよね。だってダブルアレ出す必要ないじゃん。そうですね。そう、出しても潰されるんだから。お、うまいぞ。押し返していく。これは暴れない、グッチリュウ。うろ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 。
うろうろしてるふり、踏み込まれてダブラリー、うろ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 、ダブラリからダブラリからタル刺さってしまった、アントビーした、これはいったでしょ、やられましたね。タコ様ザニ勝利、タコ様強いですね、タコ様行きましたね、ユーベガに勝ってますからね。さっきからだいぶ押しますね、ユーベガに勝ってましたからね、20対1でしたね、はい。さあそして入っていくのはイサジさん、キャミ、キャミザギ、これは厳しい、これ64なんですよ、64なんすか、64なんですよ、そんな厳しくないんだ、そんな厳しくない、なるほど、実はね置き攻めしっかりできれば、しゃがみ中足がこれね、まあ、いくれば終わりですから、ほら、なるほど、作るよ、これね、意外となんですよ、返すことないです、意外ときつい、めくり、あの、キャノン出すと、なんかやばいことになるんですよ、大キャノンで逃げれない、大キャノンで逃げると、なんかね、アントビみたいになって、はあ、なんか、背中でガードして、ザンギの目の前に落ちてくるんですよ、やりたいことですね、そう、やばいっすよ、あ、いいです、ああいうのができると、やっぱね、違うんで、あ、いいですね、逃げる、悪くないですね、素晴らしい選択肢だと思います、あの垂直も結構落としづらいですからね、ああいうのが見えないと死ぬけど、あ、いいっすよ、どうぞ、ユーリガンが、あー、甘えてますね、タコ様だと思って、甘えた、タコ様だと思ってね、甘えてみた、今の距離は多分ね、ダブラリ出すよりチョップの方がいいと思いますね、あ、いいですね、こういうと、こういうのが通るとやっぱね、違うんすよ、今のダブラリも、まあ、キャノン読みで悪くない、さあ中キック、立ち中キックがね、とにかく強い、ザンギの投げる、受け身取ってる、偉いぞ、まだあるぞ、いやー、全然ここが勝てるんで、粘って捨て鉢にならないでほしい、とにかくじわじわいってほしい、ま、これは死んだね、あれダブラリでも無理ですか、いやもう全然ダメです、ザンギは死です、キャミー勝利で、ネロさん上で入れる、あーなるほどね、重ねが甘いと逃げられるってこと、なるほどね、やってみ得ですね、はい、さあまあこれはしっかりシステムを覚えれば、はい、なんかこう見えないこうキャミーの幻影に怯えてはいけない、結局よく見てて、キャミーができることの限界があるんで、そう警戒しなくていいものまで警戒しちゃうと、なるほど、そうキャミーペースになっちゃうんで、これなんか全然全然もうこれ外流有利だから、今これで投げる、受け身取ってる、全然減らなかったけど、これで有利、はいはい、いいですね、あー今の違うな、なるほど、今危なかったっすね、危なかったですよ、行かれちゃうかもしれなかったですね、さあソニック悪くない、これしっかり、あーだ入れたい、あれもね、めくりはガードしている、ソニック打つことですね、まだソニック悪くない、受け身取ってるぞ、空中投げ、これね、どんどんソニック打ちたい、バンバンソニック打ちたいですね、これ見てる場合じゃないですね、好きなだけソニック打つべきですね、打つべし打つべし、あーっとしかし近づいてキャノン、続いてシホシムさん、いやだから、いやだから、いやいや、あのシム感ない、いやいやいや、シム要素どこにあんの、いやいや、いやシム要素、いやいや、ほら違います、いやシム要素ないでしょ、シムシホシムシム要素ないじゃん、シホシムっていう名前なんです、シホシム、いやいや、シム感ゼロだけど、いいです、今回も全くないでしょ、これゼロじゃん、いやいやいや、そのうち、いやいやいや、これはね、頑張って。ガイルと似たような感じですかね、もしかして。ガイルの5倍きついですね。なるほど。はい。あるのか？お、おお、大丈夫。いいじゃないですか。いや、我々練習してますからね。さあ、いいですね。ギャラリーが想像以上湧いてますね。いや、これはいい。いや、当たり前でしょう。まあまあ、シム要素ないんだぞ。まあ、イサジさん、ね。イサジさん、ちょっと。いざいざちょっとあのね、フーリガンはダメだからね、フーリガン禁止、フーリガンは禁止でしょマジっすか、いや、
いや、これ、いや、イサイさん、これフーリガンで勝って嬉しいんですか？これフーリガンで勝っても何も後に残りませんよ。いあー、きつい、ピヨルぞ、いいぞピヨルぞ。あー、いいんですかいいんですか。埋めていく、埋めていく、踏まない。これは出してしまっていた。出した。いいんですか、イサジさん、それで。はい、イサジさん勝利で、ハイジンさんギャラリー湧いてましたね、だいぶ。当たり前でしょう、だって死ぬ要素ないから。2週間前ぐらいまでレバー触ったことない女性が、まあそうですね、やってるんですよ。まあそうですね。さあ、ハイジンさんが龍波動で、波動で押していく。さあ、打っていく。これしっかり昇竜出して、さあ、同拳。垂直、垂直しててもね、怯える必要ないんですよ。なるほど。垂直やるしかないからやってるだけで、波動拳垂直させたら、垂直させたと思った方がいいですね。なるほど。そう、垂直で避けたよと。避けたよ、避けらせたよ。避け、そう、避けさせた。避けさせた。そう、避けられちゃってるんじゃないんですよね。キャミ側も垂直するしかないから垂直してるだけで。そう、声のね、しっかり自信を持ってね、やってほしい。トリック有利キャラ戦だし、ね、飲まれないのが大事。とにかく波動がきついはずですよね。きついですね。こんな感じですね。そうですね、うっかり当たっちゃうところですね。そうなんですよ、波動のきついところは。で、近めで波動ってやっぱ飛びたいんで、飛ぶんですよ。だから普通の昇竜出せるんで、いや、これね、もうよくあるパターン。っちゃった感じですよ、ね、今の飛びからフーリガン、マジ最品質パターン。赤ボンでもうめっちゃ出る。なるほど、うん、過去3年間対策しとけよと。過去3年間 100% 出る問題みたいな。必ず出るから対策しとけよと。そういうもん、絶対出る問題なんで、あれ。なるほどですね、はい、で、瀬尾さんですね。あ、セロデビさん、セロ様、クレがないです。あ、品川おじさん、クレジット。これね、あの、全部セロデビさんの実費なんでね、今日実費でね、自腹っていう噂ですか。基金がね、ありがとうございます。有望基金があるから、うん、ありがとうございます。さあ、瀬尾さんはチュンリーだ。瀬尾チュンリー、最近ゲームやってなかったんですけどね、瀬尾さん。なるほど。中野でも全然見なかったですよ。へー、大会エントリーされてましたっけ。知ってます、知ってます。あ、じゃあやっぱりそれに合わせて遊びしっかり。あ、もうきつくなってきた、きつくなってきた。これチュンリー有利ですよね、多分。さあ、でもね、めんどくさいんですよ、チュンリーも。有利だけどめんどくさいっていうね。うわー、うまーっ、今うまくいった。ただの引っ掛けた。いやー、あれやる人瀬尾さんしかいないんでね。ジャッパン、半角取れる人。ジャッパン、ジャッパン、バン、ジャンプキャンセル、垂直ジャンプ。あれ、連キャン、連キャンジャンプですね。パンパパンみたいな。パパパンか、パパパンって言ってます。で、ボタンは初代って。さあ、飛んで、これはもうキャン、同時押しではないですよね。いや、もうでも同時押し、ちょっとずらし押しみたいなですよね。同時だと多分パンチの方が先出ますもんね。そうですね。あ、でも大攻撃だから大の方が出るのかな。いやいや、弱ですよ。あ、そうかそうか、パパパンって。だから多分同時ではないんだろうけど、僕できないですね、あれ。ジャンプの時、ジャンプをショーパンチなんですよね。そう。さあ、めくりが当たる。ピヨってしまう。スピンドライブ、これがあるんでね、有利とは、有利とは言っても、やはり京子さん来ましたね。エクスパさん抜かして、京子さん、イサジさんがこれネロさんとシホシムさんとこれ京子さんっていうね、三立てしてしまう。三立てしちゃうんでね、これは大品質もの。いや、いいんですか、イサジさん。これは大品質ものか、イサジさん。さあ、セクハラ問題ね、ありますよ。あるのか。あ、新潟県知事か。あるのか。
出会い系で出会い系ハッピーメールかこれ。なるほど。さああーこれテレビ朝日の記者の筒持たせ。さあしかし投げで死にそうな体力ですからねこれ。そうですね、はい、あるっちゃありますよ、ね、投げで多分絶対死にますねこれは。あー投げれば死ぬあれは投げれないな。投げれないな。あー悪くない戦列だ。逃げるうまい。逃げる投げた。あーいいですねいいですね。ナイス。いやでも今のバックジャンプとか素晴らしいですよね。まだありますかね。まだありますか。落ち着いてくださいね。いやこれはこれイサリさんセクハラ問題ですよ。そうですね。ああこれは伊佐治さんから1ラウンド取るって結構すごいですよ ね。これ伊佐治さんこれ録音されてますよ。危ない。録音されてますよ。あーフーリガン使ってしまう。あーこれはいいんですかフーリガンで勝って。いい試合でした。さあ、あれエクスパーさんいたよ。いたらしいよ。ちょっと待ってくださいね。エクスパー帰ったと思ったらいたわ。伊佐治さん見事セクハラ疑惑を押しのけて、なるほど、勝訴勝訴しましたね。なるほど、はい、辞任せずに済んだ。マジっすか。キャミー使いに人権はないのかっつってね。そう絡めていきます ね話題のネタをやってきましたね。まあ、大概世の中セクハラばっかりですよ、まあ、ね人権ない男性に人権はないですね。そうそうそう、はい、逆セクハラ。女性にはね人権はないあっとめくりに表からいった。あっと続かなかった。フーリガンはガード。さあ真空読みで垂直ジャンプだったけどね出してなかった。さあこれは刺さる。結構ねエクスパーさんああいうなんかバックジャンプとかなんかああいうのが多いんであんまりアロー打つの良くないんですよね。裏目を引くことが多いアローは。お釣りをもらってしまう。うん、遠目でも謎の暴れしてる時が多いから。あーそう、あこういうのがねあるから。そうですね、本当にね。うわーめくりから昇竜。エクスパ勝利。続いてカワシムはシム要素あんのっつって。カワシムさん、シム要素なかったらどうするんすか。カワシムさん、今日はシム要素あるの。どうするんですか。ありますね。シム要素なかったら今日はシム要素ありましたね。ありました、今日はありました。まあまあ、ない時もありますから、ね、そう、DJ とかの時もあるから。そうそう、DJ 残儀とか。これはしっかり半角入れて勝利は勝利で切っていく。食らう、投げ返す、近くない。あーっと、これはジャンプ間に合わない。伸びる。伸びる。これはなんか結構使っていきますね。あーっと大足を見てからねしっかり歩いていった。ああ。ね。今ね英語ですか日本語ですか。わかんないです。幼児語かもしれない。なるほど。さあ。でも悔しがるってことは何かあるんでしょうね。まあちょっとダルシム使いだったこともあるんでねみたいな。まあキャラ替えした理由がダルシムは強すぎてダメだからとか言ってましたけど。そう、まあまあ何を。さあスリヒット。これはあっとなんかダウンしてる。中足ファイヤーじゃない。投げ返される。スライディング読まれてる。これは真空バレバレ感があった。そうですね、なんかリュウナの結構トップスピンみたいなの使いますね。ねえ、で、続いてクレジンさん来ましたね。すかね、どうなんすかね、リュウのトップスピンって効果あるんですかね。リュウのトップスピンは、はい、昇竜を引っ掛けた時に使えば効果があります。なるほど。密着置き詰めに行くっていうのが大事なんで、はい、移動ってことですか。そう、移動に使う感じですね。なるほど。だこれは結構ね知ってるか知らないか結構でかいんで。これは投げ、あー大一本やりたいやつできない。ドリルちょっとでも動けないんですね。ね、意外ですね。横から来ましたね。
これだと落とせる、うん、この角度はいいんですけどね。お、謎のいつも X ゲーマーさんかな、あれちょっと読めないけど多分そうじゃない。はい、そうですね、 X ゲーマー、 X ゲーマーさん多分これ日本語わかるってことですよね。カワシム VS クレジンね、これ喋ってる内容でだってわかるってことじゃん。この人すごいですよ、あのね、僕よりいろんなプレイヤーしてますよ、日本人はね。多分エクスパーの500倍は日本語がうまい。あー、ダイパン、バックジャンプダイパンで強いんですよ。なるほど。そう、あれは竜巻とか潰されちゃいますからね。そう、ダルシム同キャラで結構強いんですよ、あれ。ドリルドリルって来たところとかに安全に落とせるんで。続いて、カシムダルシム勝利で、続いて破天荒龍。破天荒さんも英語できるんでね、さすがですね、国際派なんですね。いますね、皆さん。投げ返されて、なあ、これはドリル、2つ目の波動は危険。今日はカオシムさん結構ユンピョムーブしますね。あー、ユンピョユンピョムーブ、ちょっとマイブームっぽい動き。なるほど。結構カオシムさんその日のマイブーム結構あるんで。あー、なるほどです、ね、結構激しいんですね。うん、そうで、俺今日結構ね、今日はあれやりたがりですね。近く行ったら要注意ですよ。なるほど、気をつけますどうすればいいのか分かんないです。いや多分ね、結構やってくる人は思う、やる気で、うん、やりに来る感じ、ね、シュンリーだったら5パン落ちればいいんでしょうけど、やってこないんじゃないですか。いや、今日ほらほら多分ね、いやいや、今日多分マイブームだと思う、あの動き。龍にはやるでしょうけど、いやいやいや、多分やると思います。ありますかね。やると思う。開幕じゃ大連打しときましょうか。なんか当てた後来ますよ多分。有利フレーム取った後に来る。あー、なるほど、うん、相打ちは立たないダブル KO 昇竜、そう、ああいうところでトップスピン。なるほど、そう、ゲージ溜めと同時に移動できる、すると神になれる。なるほど、神になれる神になれる置き攻めの神になれ る, なるほど。トップスピンしちゃうとね、中ゴスはさすがに、おー、読んでるぞ。おっと、バレている。最後はヨガフレーム、80% ぐらい山本さんが。90% ぐらい山本さん。ほぼ山本さん。いや、本当にエクスパーさんね、エクスパーじゃなくてエクスゲーマーさん、マジで。ほら、X ゲーマーさん、あんなに日本語上手だよ、エクスパー、いいの？めっちゃ上手ですよ、X ゲーマーさん。え？さあ、上、取って、避けられる。投げて、受け身がないぞ。チューチューからピュアだ、ピュアらない。大パンで避けて、うまい。ジャンプに対してバックジャンプでお釣り。X ゲーマーさんね、どこの国か分かんないけど、めちゃうまい日本語やばい。そうですよ、あれ Google 翻訳使ってないですよ多分。さあ、通貨、あ、 Twitter で友達ですか、エクスパーさん。ほうほうほう、 X ゲーマーさん、はい、なるほどね。さあ、取り囲されてる。飛んで受け身がなくてどっか行っちゃう。さあ、ゲージが溜まれば分からないのでどうにかしたい。さあ、これは調整中という感じが読めないのか。さあ、やはりあー、食らってしまう。さあ、ロードさん、いや、攻められましたね。ゲージ違いますゲージ溜めたいなって時にそうですね、ガンガン攻めてこられましたね。そうですね、何もできなかった。うん、さあ、エクスパーさんが両替機にある調整中っていう張り紙の漢字が読めなくて、はいはいはい、めっちゃ両替しようとして困ってました。なるほど、はい、これが読めない、関係の問題になってきましたね。なるほど。さあ、まあまあ、エクスパーさん自身は未調整ってことですね。そうですね。さあ、引っかかってしまう。これね、これめんどくさいんですよ。有利なんですけどね、めんどくさいんですよ。ダルシム有利ですが、有利ですけど、まあ、向こうも球は速いってことですね、はい、9-1から 6.5 ぐらいにはなってるんで。なるほど。
あーいいですね。もうね、見えないんで人間に。あれそうですね、人間の限界超えてるんで。あれ肉眼をちょっと、あー大キック長すぎるでしょう。そうですね、マジで長い。あれちょっけーですね。やばいっすね。なるほどですね。これね、開幕タイガー全然あり。あーやばいですね今ね。相打ちで、あれ開幕相打ちとかなんないね。タイガーあり、なんないですな。さあ今度はしっかり取れた。強気でいけますね。ガンガンいけますね。あーこれいいですね。人間が見える限界超えてるんで。これさあ画面はさすがに辛い。ガードできてる。飛ぶ、飛びはダメなんですよね、さすがに。まあまあ万能対空ですからね。えっ飛ぶ、噛み合って中パンチで対空。また打てばいい。そう、離れたらすぐ打てばいい。打てばいいのに。いやでも今よ悪くなかった。アパカ打てばいいのに。今ちゃんと小キックが入力されてれば繋がってましたよ。なるほど、はい。だね、苦し紛れの対岸にだけはダメ。対岸にはダメ。苦し紛れは本当ダメです。これですね、ダメ。あとね、プチムーブなんですけど、エンタチ中継がしゃがんでてもガードになるんで。そう、ザンギのあのコパンみたいに当てられるんで、結構ね、使えるんですよ。あれ固めとかに使える。動けなくしちゃう。そうです、そうです。あー、しっかり対空。川島ダルシム勝利。さあ、新谷、新谷。さあ、さあこれはホンダ。お、カタカナさんがいますね。カタカナさんが、ちょっと本名はマイクでは言わないという約束なので、はい、カタカナさんと呼びましょう。カカ A4 さんのことは A4 さん、はい、カタカナさん。なんでカタカナさんですね。 A4 の由来は守っているぞつって。さあさあ、しっかりヒデさん、これヒデさん次だけど大丈夫。あ、とりあえず喋ります。準備はできている。あー、避けられ、あー、ぶね。ボタン押した、投げられて、あ、あれ最大ですね。しっかり、あー、バンバン。あ、うまい。あ、流れてる。しっかり漏れ確認はちょっとあれだったけど。俺か、行ってきます。めくりから中パンチをして投げに行ったのは、まあテレポ対策だと思うんですけど。さあヒデさんは、1回目9連勝してるんでね、これを超えることができればいいんじゃないですか。さあほう、山本い、さあ投げられて、トスコイ飛ばれて、しかしまだヒデ諦めてない。コパンでは対空できない距離近い近いさあ悪くないが、これはごちゃらせられない。さあ強い。こうなればね、ヒデさん、ヒデさん心が落ち着いてしまえばね。なんかね、会場に聞こえてないだけで多分聞こえてますよ。飛行券ですね。さあ死ぬまで飛行券。 X ゲーマーさんがX ゲーマーさんがニーアーさんのプレッシャーは狂ってるわって言ってます。マジやべえって言う。そうニーアープレッシャーインセインっていうね、やべえっていう。いいですね。さあ飛行券、飛行券。あ、これは対空ミスって吸えない距離だったのかな。おあ、読まれてるけど。あーっと、死んだか。死んだね。いや今のは多分どうやっても死んだでしょ。今のは無理っすね。中のジマさん。さあ春場所開幕です。
中島さん、中島さん、ガエル、ガエルかな、ガエルじゃない？2キャラ目だからガエルでしょ。でもさっきガエル使ってましたよ。あれ？じゃあ同キャラ？おい、みたいですね。ガエルさっき使ったって。はい、さあヒデが死んで、さあ次中島さん、中島、あーっと、ガエル使えるんですか？ホンダもよく使う。さあどっちがどっちだ？色が薄い方が新谷さんですね。色が薄い方、はい、右ですね。そうですね。右が、しこ蹴りが強くて、あーなんかね、ジャンプしてましたね、今。さあ、これはやったもん勝ちなのか。なんかね、いろいろあるらしいですよ。あ、これ返しづらいやつ。これね、難しいんですよ。よく見るやつ。そう、本田戦のあれね、難しいんですよ。あー、さあ相撲にあんな技はありません。あー潰した。鬼武装が止まる。はい、さあ発生の遅さが、まあ災いしちゃいましたね。結構あれ発生遅いのが結構いい方に転ぶことが結構あるんですけどね。今のはちょっとね。さあチュンリーは、チュンリーじゃねえぞ。ベガですね。発生はね、早いんですよ。おなじみの友達です。発生は早い。鬼武装の発生は早いけど、そう、発生は早いけどすぐ無敵切れちゃうってだけです。あーそうなんだ、はい、すぐ切れちゃう。すぐ切れちゃう。開幕3フレグルぐらいしかないはず。多分なんかあの頭のほら頭突きの1段目みたいなのあるじゃないですか、密着してる時の、はいはいはい、あそこの部分だけ。そう、敵が少なすぎる。しっかり あれね、意外と投げ返すのめんどくさいんですよね。さあ今は背中を受けないよっと、前端をキープ。キープしてますね。これは投げる。さあバックジャンプがドンピシャ。見てから飛んだのかな。見てからですね。うん。ああ死んだやつ。中島本田が飛び込んで投げ返して生きてる。生きてる。これベガモンダってどうなんですか。いや。いい勝負って言ったら怒られるんで、まあベガなんです、ホンダなんですけど、ベガも、まあやれないことはない、やれないことはないけど、まあ全然死んじゃう。なるほど。じゃあまあ、6-4 以上はちょっとあるよぐらいか。あるけど、めんどくさいんですよね。さあ、しかし、さすがの友澤ベガが、サブキャラにあんか、負けてらんないと。これ、6.5 とかの内容が、立ち回りっていうか、はまった時に死ぬからなんですよね。ああ、なるほどね。全体でそうなんじゃなくて、ハマった時にすぐ死んじゃうからのっていうことなんですよね。そうね、あれバックジャンプね、ドスコイ一発で終わりますからね、あれね。そうなんですよ。さあ次は草くんの草モンドですね、これね。いいんですか、チュンリー使わなくていいんですか。さあ本当に。さあ次に控えてるのは A4 くんですね。 A4 さんはガエルっつってましたね。さあちょっと遊びに来て、遅れてきたので遠キャラなんか使ってやんねえよ。いいんですか。ポニーさんに怒られますよ、草さん。さあ、逆側にオイチョウは、なんか帰ってった、画面端に帰っていった。なあ、これはうまい。さあ抱きしめた後、置き攻め行くと見せかけて100巻。さあ、これあれね、バックジャンプが噛み合うとしてのやつですね、あれ ねただでもめったに噛み合わないですよね。あっと、でもこういうのも、これ割と多い、発生件数高い、うん、うまいな、草モンドランブ。わーわー、怖い怖い怖い、めくりが当たるー、どう繋がってないが、あー最高、期待値最高ですね。さあ1本ずつ取り合って、悪くない。さああの最高、あれ張り手、張り手ね、発生のあれで負けちゃうはず。あ、ダメなんだ、相打ちになるのかな、よくて。あの上の踏んづけがね、あれめんどくさいですね、ほんだね。めんどくさいですね、これはよくある死にパターン。投げ返した、またしても投げ返す。しっかり投げ受け見るときたいですね。さあバックジャンプ中パン、かなり減ったぞ今の。ガード、さあ体力、張り手、草モンドがリード。これは死んだ、死んでないんかい。安い、安かったですね。
大一丁入れてありましたね。じゃあ、エホさんがね、ガエル使うって言ったんですからね。さあ、前かがみになって、エホ君が座りました。さあ、エホ、今日はガエル。さあ、ガエルホンダ。これはかなりガエルが有利ですが、やったことないんじゃないですか。結構難しいですよね、ガエルがね。結構めんどくさいキャラの一つです、ホンダ。しっかりしてますね。あー、早っ。あっと、あっと、どうする。さあ、ガード。一丁出ず。入れてたんですけど、早かったですね。なるほど。投げ返す。ボタン話が早かったと。これ、まだまだガエルですね。さあ、さすがに。いや、まだガエルです。まだガエル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 ですよ、これ。まだまだガエル有利。できない。でもガエル有利です。今ガエル有利です。はい、これガエル有利です今。避けた。おーでしょ。マジでガエル有利なんですよ。あれね、死ぬまでガエル有利。マジかー、すごいな今の投げ。ゼロドットでもガエル、それぐらいのキャラ差がある。あー広い。しっかり連キャンで避ける。おー、しゃがみ台足。届かないの知ってますね。うまいな。死にましたね。いいのか、それで。つかみの方が良かったんじゃないのか。そうですね、ちょっと画面の位置悪かったね。つかみだったらガエル有利です。ニーソニック、ソニック。ガエル有利です。おっと、ガエル有利です。また投げる。さあ、投げた。さあ、これガエル有利です。さあ、実況は熱くなってますが、千本さん。さあ、千本くん、これはだから A4 さんが死ぬまでですね。 A4 くんは、はい、何使ってもいいのかな。冷静。さあ、中野勢の、はい、千本。あ、千本くんじゃないの。違うって、まあ、ごめん、千本くん違うって。誰だ。誰ですか。ケンさんだったそうです。ケンさん、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 いた、いた、いたわ。ケンさん、 A4 さんを殺すために何を使ってもいいんですか。これは3周目のルール、未だに覚えてないですよ僕。これもよく分かってないです。うっそ。あ、そっか、最後にいたんだっけ、ケンさん。さあ、A4 君は、ケンさんが冷静な顔で、ケンさんが最後の人間でした。ケン、ケン、剣と書いてケンベガですね。そうですね、ケンさんはケンさんですね。さあ、ぴょん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 飛んでいるが、メガ戦むずいですよね。難しいですね、対空。今、ああいうのがあるんで対空がね。まあ、しかし投げて受け身取っている。うまいぞ、対応してますね。無理しない。しかし投げられて、うまい。サマー行ってく。ここら辺は野生の。ああ、うまい。野生ですね。さすが野生人です ね。分かんないから打ってくしかないマンかもしれない。さあ、ベガ側はなんとか上を取って、そっから投げて、さあこれを逃さない。投げて、さあワンチャンで殺す。ダメなんですよね、あれね。あ、逃げられる。しっかり。なんだこれ。いや、でも今の、あー、これは確定ですね。今のちゃんと前ジャンプでかわしたりは、なんかあの、バルログブランカみたいな、その噛み合わない経験が生きてますよね。そう、今のとかもほら、おっ、スラストで落としましたね。めくり投げはさせないっていうのはやっぱり上級者ですね。なるほど、うまい。さあ、スラストを使い出してるぞ。使い出してますね。スラストを覚えた。あー、潰されるが高めで投げられ。さあ、画面端はベガー。うまいっすね、今の。さあ、よっ、うまい。おー、中返し、バック、危ない。中返し、投げられて、さあ、この後の投げ返す。投げる、ショーケーだったゆえ。さあ、勝ったのは A4 ガイゆえ。ということで、A4 さんはこっからな、そうですね、あと4連勝、ガンコちゃんぐらいまで行けばいいんですか。さあ、ですね、次、千本、はい、千本くんのホーク。6勝で並んだらどうなるんですか。さあ、ね、最近、じゃあガンコちゃんまでは倒してほしいと。かなり台風の精度上がってきてますんで、ワンチャンで殺せる可能性大ですね。
さあ、うわー、でも全然、全然ガエル。遠いですね。さあ、その辺でガエルをダウンさせて画面端に持っていかないと。あ、これはもうダウンさせても、うわー、めくりが、あー、逃げない。あー、これはしっかりダブル。さあ、ガエル側は下がってきますね。あ、うまい、中川一昇竜を食らわないように警戒、警戒。さあ、怖いですね、この距離ね。この距離のソニックは結構命がけです。しっかり半角。あー、でもこれは気まずい距離だった。あー、ミスった。難しいですね。あー、昇竜漏れる。さあ、こっからでもありますよ、これ。あー、遠い遠い、ちょっと遠い。あー、ソニックブーム、ソニックブームでしたね。さあ、次はお茶丸くんかな。お茶丸くん三勝。さあ、A4 ガイルを止めるのは誰でしょう。ガンコちゃんがね、負けると思います、これは。さあ、なんと、バルログセロテープさんは勝てるんじゃないかな。しかし、A4 ガイル、バルログ戦は多分できると思います。上手でしたよ、うん、僕、中野でやりましたけど。投げる。はい、もうそうですね、あれ一択。お、しっかり下段も刻んでいく。暴れないですね。さあ、あっと、お尻がない。あー、爪がない気がするが。爪ある、爪あるよ。拾いました。あー、今拾った。んさあ、早出し爪。投げ返す。さあ、ロスライディングを、うん、当てに来た、当てに来た。さあ、どうする。 A4、 A4、 あー、しゃがんで壊された。なんと、スカシジャンプを見切って投げましたね。さあ、お茶丸止めてほしい。さあ、あー、目の前、めくり、目の前で止まるな。さあ、当たってしまう。表から行く、刻む、爪。おお、拾った。これは空中から行って、しかしこれはもう、エホさん守りで行く気まんまん。もう何も、わあ、引っ掛けたー。暴れ読み、いったー。おー、これは、これ減ったでしょ。あーなんと、なんと、心の隙。スパコンが決まって A4 が死亡。バックジャンプダイパー、大キック見えたんですけどね。ねー、さあ、吸い込みですね、あれ、吸い込み。さあ、じゃあ以上で、さあ、終了です。さあ、決勝戦ですね。なんだっけ、3本取ったらだっけ。皆さん、そのたまたまだ。なにこれ、こう、初めて見た。最近出てやすいんですか。あ、最近出たの。ポルテ、なんかマニアックなメンソールのタバコ。ショートホープと同じぐらいの短さですかね。あ、そうなんだ。マジか。さあ、決勝3先だ。ヒデチュンリ対イサジ・キャミ。そうですね、グランドファイナル、グランドファイナルがね。さあ、相変わらずヒデが使っているバックはボロボロです。そこ注目してた。そこ見てたの。はい、川シムさん、そういうの見てた。さあ、チュンリ・キャミ。さあ、キャミーは激キツです、これ。でもね、お互いめんどくさいんですよ、これ。まあ、でもチュンリーの球がめんどくさいぞ、これ。クラゲの方がめんどくさいですよ、クラゲがめんどくさいのはある。クラゲは強えし、対空強えし、スパコンはクソみたいな。これは行ってしまいましたね。あー、もうこれはきついですね、もうあれだけ待ってればいいですから。そしてビンタ。なんでこう何気にこう新谷さんがこう咀嚼なプレッシャーの書き方をしますね。さあ、飛びから中盤だからな。まあまあ、バックジャンプでいいですね。さあ、行って、さあ、ちょっとめくりにはいけーなー。フーリガンちょっと今つらい、
あれ大中小で違うんですよね、振りがね。違いますね、中だったら多分吸えたでしょうね。中だと吸える、はい、大で通り過ぎちゃった、ね、そう中だとふわっとしてるから吸えたところですね。大だったんで吸えるポイントを逃してしまってた。フーリガンね、何回やっても出ないんで、もうやめもう全然なんかレッグ客より難しいような気がするんですよ。いや、レッグの方がずっとますよ。あ、そう、うん、だってあれ、やフーリガンってあれ出した後、なんかボタンを押して、押しますよ、ね、投げなきゃいけないね。多分ね、あのフェイロンはレッグ失敗してもなんかジャンプが割と鋭いから心に残らないんだと思うんですよ。はいはい、キャミーはフーリガン失敗した時本当にふわーって浮くんで、あのあーっていう印象でね、多分気持ちにより残りやすいんですよね。っていうのはあります。まあでもなんか中盤とか出てるとなんかごまかせそうですけどね。いやもう無理ちゃう。ほらほら今みたいになっちゃうから。あれもうフーリガン失敗ですよ。そうか、フーリガンキックか。そうそう、いや大パン大パン、あ、パンパンチ飛ぶのは大パン、あ、バイパンっていうかパンチ、はい、掴むのがキック。さあヒデがしっかり対応してますね。クラゲを打たない瞬間もあるんですか。あー、うまい。その距離はもう投げ前の中と。ヒデタカ、さあヒデが2本いっちゃうのかな。さあ石へ向いてほしいが、さあ、イサジキャミー、開幕大事なんですよね。さあ、フーリガン止められる。まあでも、止められてもいいんですよ、コパンなら。まあまあ死なないし、まあ死なないですけど。そう、でもダメージ源なくないですか、キャミー。ないです。何ないです。何が当たればいいの、これ。フーリガンはだから見せ技として使うみたいな。なるほどね。警戒させ、みたいな。だって飛んだって大概落とされますよね、こうやってね。落とされるんですよ。したらもう歩くしかないんですよ。歩いて昇竜拳、そう、歩いてきたら瞬にめんどくさいなっつってカウンターで前歩きで中足とか投げくるじゃないですか。はいはいはい。そしたら昇竜拳なんですよ。なるほど。そう、ただ置き攻めがね、めくりでね殺せるんで、溶かしたら勝ちです。でも瞬にめくるのって難しくないですか。意外と簡単。あ、キャミーでめくれる。めくりやすい方ですね。竜拳めくるよりよっぽど楽ですよ。あ、そうなんですね、うん、あ、うまい、大パン。さあ、きつい、ね、あ、見ている。これちょっと隙間あるか。ありそう、なんか、あり、ありよか。さあ、さあ、いやあー、5パン。これは当たらない。週足でフィニッシュ、完勝ですね。さあさあ、ヒデ優勝。じゃあ、ヒデタカ優勝、ありがとうございました。うん、意気込み、意気込みハイボーン、まあ、大会近いんでね。うん、大会がね、もうすぐなんでね。そうですね、まあ一応ちょっとデイトナのレバーがどんな感じかっていうのをちょっと、あとまあ雰囲気もね、2週間後にあるっていうので、まあ多分来週混むだろうなって思って、それで今日ちょっと1週間早めに来て。混まない、本当に。でもなんか遠征者いっぱい来そうな気もしますけど。あ、っていうので、来週ってもうあれか、違うな。来週じゃないです。来週はまだね、2週間後の金曜日に、キャラ同士集まっての前夜祭が。まあでもね、皆さんレバー触りに来るでしょうからね、うん、多少は人数増えると思いますけど、ね、なので、まあそういった意味で今日来れて、楽しく一つやれてよかったです。ありがとうございました。はい、お疲れ。はい、おめでとうございます。じゃあサンキュー X ゲーマー、その他見てくれた人、サンクスエブリワン。さあ今の試合は、さあイサジーさん、イサジーキャミーと、じゃあセロ様から締めの一言ない、チュンディ、お疲れ様でした。日本人も見てましたね。あ、見てました。ありがとうございます。はい、いやどうも、途中からカワシムでした。トネピーとカワシムでした。
ということでお疲れ様です。23時、過ぎましたので、今の戦いでこの試合ですね、最後に、そのまま放送の方を終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。放送の方終了したいと思います。では、この時間までお疲れ様でした。また来週も同じ時間で配信いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。では失礼いたします。お疲れ様でした。